はい、皆さんこんにちは。アクアレノンでーす。今日もね、アクアレノリウムの時間がやってまいりました。今日はですね、アロワナ界の最大魚、シルバーアロワナのね、あるあるをね、ちょっと語っていこうかなと思います。前回ノーザンバラムンディだったんですけど、今回はね、シルバーアロワナ、これのね、あるあるをいろいろと話していきたいと思います。はい。ついにシルバーアロワナのね、あるあるを言う時がやってまいりました。今回ね、ノーザンバラムンディ先にね、ノーザンバラムンディあるあるね、動画アップしてますけれども、まあ、同じね、アロワナなので、共通する点結構多いんですけど、まあ、ここはね、やっぱりあえて、シルバーアロワナにしかないあるあるをね、探して語っていきたいなと思います。やっぱりね、ノーザンバラムンディとシルバーアロワナにね、共通している部分結構多いんで、同じアロワナだから。まあ、そこはね、せっかくこうやって分けてるので、シルバーアロワナにしかないあるあるをね、まあ、2回目ですか、これ言うのね、語っていきます。まあ、私がね、シルバーアロワナのあるある言ってくださいってね、言われたら、まずもう最初に出てくるのが、ちょっとマイナスなことなんですけど、もう一つ目はメダレをするってことですね。もうこれシルバーアロワナのね、メダレについてね、いろんな動画でね、もう語ってるんで、細かくは言わないですけど、アロワナの中でね、もう唯一、もうメダレが、もう、圧倒的に多い種類なので、もうこれですよね、あるある。なぜかシルバーアロワナだけは大きくなってくると、メダレをしてくると目が垂れてくるんですね。で、まあ大体両目ともなってきます。はい、うちのこの初代のねシルバーアロワナに関してもやっぱり両目右も左もメダレしてますね。まあこれがもう一番のあるあるじゃないでしょうか、シルバーアロワナのね。で、次のあるあるからね、もう私の意見をね言っていきたいと思います。シルバーアロワナってもう有名な魚なので、なんかね、ありきたりなあるある言っても、皆さん知ってることが多いので、まあ、メダレはね、もう本当に代表的なあるあるなので言いましたけれども、次からのあるあるはね、もう私の個人的な感想、意見で言っていきたいと思います。はい、次のあるあるですけれども、いきますよ。シルバーアロワナは意外と強い。もうこれです。もうこれね、意外と強い。ね、大きい最大種、アロワナの中で最大種なので、皆さん大きいから強いと思うじゃないですか。でもどうですか、この見た目。確かに長くなって大きくなりますよ。でもひょろひょろしてますよね。厚みもないし。そうなんですよ、見た目がね、長くはなるんですけど、で体高とか高さもだんだん出てくるんですけれども、厚みってシルバーアロワナあんまり出ないんですよ。このノーザンバラムンディとかアジアアロワナとかに比べると。だからなんかキョロキョロしててね、体もふにゃふにゃしてるんで、なんかあんま強そうに見えないんですけど、意外と強いんですね。ノーザンバラムンディの方が強そうに見えません？こうやって泳いでるの見てて。でもね、だいたいちょっかいたまに出すのはシルバーの方で、ノーザンは絶対自分からシルバーにはちょっかい出さないんですよ。これも上下関係ってやつで、しっかりノーザンはシルバーが上だってことを認めてるので、自分からは先にちょっかい出さない。だからシルバーアロワナは、たまにノーザンの方に、ノーザンバラムンディの方にちょっかい出しますけれども、ノーザンはそれに対してもちょっと逃げるだけっていう力関係になってます。これはね、本当シルバーアロワナを私舐めてました。大きくなるのは分かってましたけど、大きくなってもこういうふにゃふにゃしてる感じなんで、あんま強くないんだろうなと思ってたんですけど、意外と強いと。これが私のシルバーアロワナあるあるです。次の独断と偏見による私のシルバーアロワナあるあるは、シルバーアロワナ優しいです。さっきもね、述べた通り、ノーザンバラムンディよりもね、上なんですよ、上下関係的に。で、ノーザンバラムンディよりもやっぱ強いってことなんですけれども、このノーザンバラムンディに関しては気性がめちゃくちゃ荒くて、
他のオスカー中心にね、アイスポットシクリットとかにもうちょっかい出すわ出すわって感じなんですけれども、それよりもね強いと思われるこのシルバーアロアナに関しては全くちょっかい出さないです。もういじめたりももちろんしないですし、もうそういうところを見ると強いのに優しい、最高ですよね。強くて優しい、これシルバーアロアナのね、私の独断と偏見によるあるあるなんですけれど、ここは結構勝ってみてね嬉しかったところですかね。やっぱでかくなる魚って大体気性激しいやつが多いんですけど、肉食魚でね、このシルバーアロアナに関してはすっごいおとなしいっていうか、おとなしいっていうのかな、淡々としてるっていうか、本当に性格も悪くないし、なんだろう、優しいですよ。これは良かった本当に。でまあね、その優しいシルバーアロアナっていうところにね、ちょっと共通点あるかもしれないですけど、次の独断と偏見シルバーアロアナあるあるは、シルバーアロアナは泳ぎ方が優しい、はい、泳ぎ方が優雅、はい、泳ぎ方が何でしょう、うまく言えないですけどゆったりしてますね。ノーザンバラムンディもまあアロアナはね常にこう泳ぎ回ってるんですけど、ノーザンバラムンディはなんかせかせかこうせわしなく泳いでるイメージなんですけど、シルバーアロアナはねほんとゆったりとね静かにこう自然な感じで優雅な感じでエレガントな感じで泳いでると私は思います。次のね独断と偏見による私のねシルバーアロアナあるあるなんですけれども、これ最初に言ったメダレに関係するんですけど、餌の時に浮上性の餌ね、アロアナは浮上性って浮いてる餌をね食べるんですけれども、浮上性の餌を、見つけるのが下手くそになっていく、これです。まあこれちょっとね悲しいあるあるになっちゃうんですけど、シルバーアロアナってどうしてもこう大きくなるとこう目だれするって言ったじゃないですか。で目がやっぱ下に向いてって垂れちゃってるので、やっぱり上をのね餌とかをね認識しづらくなるんですよね。あんまり見えてない感じになっちゃうんですよ。だからすぐ見つけらんないっていう悲しいあるあるが最後に来ちゃいました。今回はねシルバーアロアナあるある独断と偏見の私の意見の動画でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録と紹介拡散の方もよろしくお願いします。